仙台義博は、日本の城郭考古学者。博士。中世、近世城郭の考古学的研究を行い、日本各地の城の発掘調査、整備の委員を務める。また、世界の城と日本の城の比較研究を行っている。食法系城郭を提唱し、城郭を資料として、歴史を研究する方法の確立に寄与した。2015年に、 浜田清涼賞を受賞。2016年の NHK 大河ドラマ、真田丸の真田丸城郭交渉者。2018年に、奈良新聞社から、奈良新聞文化賞を受賞。現在、奈良大学文学部文化財学科教授。前奈良大学学長。衛生文庫評議員、文化財石垣保存技術協議会評議員。 奈良国立博物館評議員。愛知県生まれ。名古屋大学教育学部附属中学校1年生の夏休みの旅行中に駅で遠望した姫路城に感銘を受けて調べたことがきっかけで、白ファンとなって、中、金星の定石探検を始める。1982年に名古屋大学教育学部附属高等学校卒業後、 奈良大学文学部文化財学科に入学、考古学者の水野正義に指示した。1986年に、同学を卒業して、名古屋市三原市大考古資料館学芸員。1990年から、国立歴史民族博物館考古研究部助手。1995年に、文部省在外研究院としてドイツ。 考古学研究所、イギリスヨーク大学に留学。2000年5月、食方形状格の形成の研究により、博士の学位を取得。2001年国立歴史民族博物館、考古研究部上教授。2005年なら大学文学部文化財学科准教授。2009年から、教授。 2012年8月から2013年8月、ドイツ中便ン,ン大学及び、ドイツフランクフルト大学の客員教授を務める。2014年から2016年まで、奈良大学学長。日本各地と、ヨーロッパ、中国、ロシア、モンゴル、ニュージーランドなど、世界の城を倒査し2000カ所を超える。日本の本土だけではない沖縄。 北海道など各地の城や世界の城との発達の共通性や法則性を世界的な視野で検証し、城から歴史を考える比較上核考古学を提唱している。特別史跡熊本城跡文化財修復委員や特別史跡名古屋城跡の石垣部会委員、史跡佐賀県肥前名古屋城後、画と史跡三重県松坂城跡 史跡長野県松代城跡、史跡愛知県犬山城跡、長篠城跡、史跡北海道館城跡で、調査と整備、活用の委員を務める。他に、史跡長崎県玄城跡、史跡石川県金沢城跡、七尾城跡、史跡福井県白山平泉寺跡、史跡三重県松坂城跡,跡、史跡長野県上田城跡、 史跡青森県弘前城跡の調査、整備の委員を務める。1986年に奈良大学文学部文化財学科へ提出した卒業論文、食法形上閣の構造で、織田信長、豊臣秀吉氏、徳川家康の城を基範に、家臣たちが共有し、金星上閣のもとになった上閣プランを、食法形上閣として理解することを提唱し、 平立的構造を基本にした戦国基城郭が食方形城郭の広がりとともに本丸を頂点とした急進的構造を持つ金星城郭に変化したのを理論的に明らかにした。この研究によって戦国基城郭と金星城郭を一貫して捉えて城から歴史を究明する新しい研究方法が確立した。2015年に 我が国における城郭の考古学的研究を新たに開拓しその確立と発展に寄与したことにより、岸和田市と朝日新聞社から第28回、浜田清涼賞を受賞。2016年の NHK 大河ドラマ、真田丸では、真田丸などの復元交渉を行う真田丸城郭交渉を務めた。2017年に、歴史秘話ヒストリア、趣味時、 お城へ行こうなどに出演し、上格に関する知識と最新の知見をわかりやすく解説し、番組の品質向上などに貢献したことにより、日本放送協会大阪放送局長より感謝状を贈られた。2018年に奈良新聞社から奈良新聞文化賞を受賞し、熊本県宇都市から、 姿勢志向60周年記念の教育文化部門の姿勢功労表彰を受けた。奈良大学時代には、雅学研究会、上閣研究会に所属し、上閣研究会の後輩には、上閣研究者の田田信久氏、秋元哲司氏、金松誠氏、中川隆史明氏などがいる。ありがとうございます。